今からバランスピンを磨いていきます。頭はもう一手間かけてます。こちらは磨き終えたバランスピンです。で、今からこちらのピンを磨いていきます。この3本が今磨いたピンです。残りも同じようにやっていきます。
はい、傷が入っているところをこのようにパテで埋めているところですね。本体はこのようにちょっと、余計なところに塗料が入らないように養生をしているところです。ブライドルテープを切っています。トモトモとついているブライドルテープを外して同じ長さに切っていって、この切れたやつをまたつけていくという作業です。ブライドルテープを今外したところで、ジャックの戻りが悪いところとかがありましたので、一緒にその辺もきちんと直していこうと思います。ホコリもすごいので一緒にきれいに取り除いていきます。ジャックはこれで、ちょっと戻りがこんな感じで遅いので、遅いところをここの中のピンを変えたりしてスムーズに戻るようにしていきます。ブライドルテープを切っています。この古いブライドルテープをキワで全部切っていきます。この切ったやつと同じ長さに合わせて切った新しいブライドルテープを貼っていきます。こんな感じで綺麗なやつになる、全部していきます。古いフレンジコードを剥がしています。こちらが茶色くなってしまって、もう劣化したらちぎれる可能性があるフレンジコードで、これをこんな風に綺麗に剥がして新しいのをつけていきます。フレンジコードをつけていっています。最初片側からつけて、もうこんな風にボンドをつけたところに溝にきっちり入れていっています。ありがとう。すべての修理が終わってアクションをピアノ本体につけて鍵盤も本体に入れました。弦の間隔とかこの辺が開いてて、ここが隙間があったりして、綺麗に弦に合ってなかったりするところもありますので、そこから調整していきたいと思います。弦とハンマーの距離が長くなっていましたので、いい位置に戻しました。すると、ここがピコピコ、鍵盤を押した時に本当はハンマーも一緒に動かないといけないのですが、ここが先に動いてしまうようになってしまいましたので、ここから直していきます。こういう工具で、ここを
ますと、ハンマーも同時に動くようになっていきます。これを全部していきます。ダンパーの総上げをしています。今右のペダル、ダンパーペダルをゆっくり踏むとダンパーが弦から離れて音が伸びるという仕組みなのですけれども、ちょっとまばらにパラパラしてますので、これがきっちり綺麗に揃うように合わせていっています。これはペダルの棒なんですけれども、ここの軸がきっちりはまっているものなんですけれども、両方、ゆるゆるになっていて、もう回転してしまうぐらいになって、ちょっとカタカタ雑音が鳴っていましたので、これもこちらは変えた分ですね、こっちは今から変えます。変えていきます。これを、抜いて新しいやつにを入れるだけなんですけれども、これがダンパーペダルとソフトペダルの両方カタカタ言っておりましたので、これもくるくる回る状態でカタカタ言ってます。変えていきます。鍵盤の高さの調整をしています。ちょっと傾いてますので、まっすぐ水平になるように戻したり、鍵盤の下にクロスが入っていて、その下にこういう厚さの違う紙を入れたり抜いたりして高さを揃えています。ハンマーの接近レッドオフという作業をしています。鍵盤をゆっくり押した時に弦に当たらずにハンマーがこう戻る位置があるんですけれども、この位置を揃えていく作業になります。こういう工具でここを回して、いい位置にしていきます。スプーン掛けという作業をしています。ハンマーがこう上がっていった時にダンパーが弦から離れる場所をきちんと揃えていく作業になります。こういう工具でこの中にある、ちょっと見えないんですけれども、こういう引っかかる場所がありまして、この工具を動かして合わせていっています。